前田恵里です。2324の LTV です。去年の LTV は全体的に柔らかかったんですけど、今年はフレックスをさらに調整して外に乗っても耐えれるように作ってあります。特にスワロテなどをした時にこうつるんと抜ける感じでもなくてグッと踏みたえてくれるので、こうキャッチ系も楽しいのですが、柔らかいからといって飛べないわけじゃなくて、ノーリーとかもポンと軽く飛べるようになっています。今期の LTV 今乗ってて、ま、だ来期の LTV もすっごい乗りやすくて、取り回しもしやすくて、デザインも可愛いですし、高反発なところがすごいいいなと思いました。いつもだいたいかかと乗った時に引っかかって転んじゃうんですけど、耐えて次のトリックにつなげれたんで、すごいいい板だなと思いました。すごいいい反発が来て、すごい技をたくさん打てました。柔らかいんですけど張りがあって反発すごいもらいました。なんか頑張って投資もかけんでもすごいかかる柔らかさ、良い点の方が多かったです。なんか真ん中の形状も太くなってるみたいで、それの安定感がすごいありました。滑ってる時のカービングがしやすいのはすごい分かりました。特になかったです